娘たちがいる。娘たちがかけてくる。妻よ、僕はまた映画を作ろうと思う。遥かなる憧れギロチン恋の旅。はじめに少女が僕に与えたものは密かな悲しみであった。儚い揺らめきであった。もはや期待することを知らぬ心へのほのかな予感であった。弱い心はいつも遠くへ帰りたがる。サーカスの少女に恋した昔の日、古びてしまった追憶のふるさとへ、今はもう何を求め。よく喧嘩したな。あの輝かしい日、いや痛ましくも輝かしく思われる日々、思い出すのはお前のことだ。そしてお前の妹だ。お前の妹は俺たち共通の恋人だった。共通のだろうか。むしろそれはお前の恋人だ。お前の恋人であった。俺にとっては彼女は陽気な遊び友達に過ぎなかった。実際お前は妹を愛していた。愛しすぎていた。そしてお前のその情念は俺たちの青春の痛みを象徴していた。それにしてももう昔。俺もお前も老けたな。
帰ろうかな。夏の日の傾きかけた頃は、幼い心にも妙に白茶けたものです。お日様と人の心はどこかでつながっている。彼女と歩きながら僕はそう思ったのです。けれどもまた、心の片隅に密かな女性への憧れが刻して、子供っぽい彼女とのおしゃべりの切れ目に隙間風のような後ろめたさを感じたのです。そりゃあ私にだってね、若い時はあれはしたいよ。帰るわ。物が言えるようになって二人が互いに呼び合うことを習った最初の言葉は兄と妹という言葉でした。誰もこれより優しい名前は知りません。ある日、ユルジニーがちょうど降り出したにわか雨をよけるために、スカートの裾を頭からかぶり、畑の外れを駆け出していくのを見ました。すると、その新発明の傘の下に、もう一人寄り添って、ポールが嬉しそうに笑っているではありませんか。二人の可愛らしい顔が風に膨らむスカートに包まれているところは、まるで同じ殻の中のレーダの子供たちのようでした。Thank you.
僕は、さあ僕よ、僕は遠い旅に出ようね。Thank you.
星を数うれば七つ、金の灯台は九つ、岩陰に白き牡蠣限りなく埋まるれど、我が恋は一つにして寂しい。真相はただ一言にして尽くす。いわく不可解。我この恨みを抱いて反問、ついに死を決するに至る。すでに岩頭に立つに及んで、胸中何だの不安あるなし、初めて知る。大なる悲観は大なる楽観に一致する。
寂しい、寂しい。柿の野花の実をもぎて、屋根に登れば、日は真昼。青くくすぼる大空に、たが忘れたる老人形。涼しの糸に、日はつるる。あたれ、あたれ。一人、野花の実を殴る。冷たき屋根の、この心。いつまでか、そるるつぶてや、空に浮く老人形に、恋人の、もかげは遠し。私のばあちゃん、内緒、内緒、火鉢の灰の長いキセルが泣いた。死んだ人だれ、私の母ちゃん、内緒、内緒、鏡のかけら、細いおぐしが泣いた。死んだ人だれ、私の姉ちゃん、内緒、内緒、秘密の小箱、小さい貝殻、泣いた。死んだ人誰？それは私、内緒、内緒。Thank you.
僕は海に向かってじっとカメラを回し続けた。そしてその瞳のきらめきの中に何かを発見したと信じた。しかし、今僕は不安である。夏、僕の海が錯覚であったように、秋、僕の少女は錯覚ではないだろうか。僕が得たものは結局はその外観だけではないのか。その外観を通して僕が得たと信じた少女の心は、
少女の心は結局は僕の錯覚ではないのか。秋、僕は少女の心に憧れカメラを回し続けている。この行為の中から僕は何かを得ることができるのか。この行為の中から確かなものの手応えを僕は果たして得ることができるのか。しかしやってみよう、なおもやってみようと僕は決意した。僕はカメラを回し続けている。したがってこの映画は僕にとってのラブシネマであり、愛と憧れと悲しみの物語である。山崎宗介です。僕が作者の分身を演じる、そんなことよりむしろ僕自身の青春を投影してみたかった。ある港町の小道の土塀、そして青い海、夕日、学生服、コスモスの香りが漂うパラソル、それら全ては僕の感性をノスタルジーを刺激するのに十分な罠だった。そうして無造作に仕掛けられた罠に僕は危機として浸っていった。さんさんと輝く青春の幾日かが過ぎ去り、全てが終わる。あとはフィルムに定着された僕の青春の何カットかに作者がハサミを入れる。そこに多分作者がいて僕がいる。しかしその時映画はまだ予定の半分しか終わっていず、ある時はお祭りのように楽しく、ある時はお葬式のように悲しい。つまり青春そのもののような映画ごっこの日々を僕らは続けていた。始められた映画はやはり撮り終えられなければならないのだった。
ハリネズミガリガリ猛者おたんこなすのおっぺけぺちんちくりんのすってんてまぬけバカおたんちんうどの大木でくのぼいぼころりどんかんさぎしさいてやろちのはおんちにこちんちゅうどくせいしんぶんれつしょのろまおぐいしあたまかみおするのとかたぶつすっとんきょすいとんばらばら事件ぶたのしっぽしじょうさいだのあんぽんたんずるいやずるいやばけてでちゃうぞ。
寂しい寂しい。柿の野原の実をもぎて屋根に登れば日は真昼、青くくすぼる大空にたが忘れたる老人形、涼しの糸に火はつるる。あたれあたれ、一人野原の実を殴る冷たき屋根のこの心、いつまでかそるるつぶてや空に浮く老人形に恋人の面影は遠し。
ご覧、ビルジニー。あれが僕らのお星様なのよ。じゃあ、ポール、二人っきりであそこまで行きましょうよ。ごめんね。泣くなよ。昼夜三ではないけれど、思えば遠く、あ、スタモンだ。せーの。子供は我慢だよ。な。はい。
はじめに少女が僕に与えたものはひそやかな悲しみであった。儚い揺らめきであった。もはや期待することを知らぬ心へのほのかな予感であった。弱い心はいつも遠くへ帰りたがる。僕の心の中で少女が死んだ日に、少女は、そして僕は、どこによみがえるというのだろう。僕は、さあ僕よ、僕は遠い旅に出ようね。お前を愛しているのか。俺はお前を愛してはいないのか。そして旅に出れば、知らない人ばかりを見、知らない海の音を聞くだろう。そしてもう誰にも会わないだろう。4月4日、これは僕の家族である。
妻よ、見よ、静かなる阿古の寝顔、無心の表よ、おぼろに漂うお船に似たる花びら、紫。父はそれに遠き昔の海の音を聞く。ああ、阿古の顔の海、そこに無心の探りの晴れゆくは。妻よ、今真昼の日の光に、美しからずやその海の上を忙しげに行き交う花びらのお船。ねえパパ、もうおしまいでしょ？ねえパパ、もう帰りましょうよ。